お待たせいたしました。ただいまから令和2年度保護指導中央研修会の検証式典を執り行います。開式にあたりまして、小林昌仁全国保護司連盟副理事長からご挨拶を申し上げます。開式の辞、ただいまから令和2年度保護指導中央研修会の検証式典を開式いたします。本日はご多忙中にもかかわらず、法務大臣をはじめとする皆様にご臨席を賜り誠にありがとうございます。また本日法務大臣表彰等を受賞された方々に心よりお祝い申し上げます。本年の保護指導中央研修会は例年と異なり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインによる生配信という新たな形で行うこととなりました。本日この会場にご出席いただいている皆様、そしてインターネットを通じてご参加いただいている全国の皆様にとりまして、本研修会が更生保護関係者の新たな力強い一歩を踏み出す機会になることを記念いたしまして、開式の挨拶といたします。令和2年9月9日全国保護司連盟副理事長小林昌仁。ここで更生保護活動に尽瘁され仏子されました方々に対し、謹んで黙祷を捧げたいと存じます。一同ご起立ください。黙祷。黙祷を終わります。引き続きまして国歌を斉唱いたします。前奏に引き続きご斉唱ください。皆様ご着席ください。それでは開式にあたりまして、全国保護司連盟谷垣貞一理事長から式辞を申し上げます。式辞。本年は新型コロナウイルスの影響により多くの行事が中止や延期を余儀なくされる中、本日ここ放送会館において法務大臣をはじめご来賓の方々のご出席をいただき、更生保護活動にご功績のあった方々に対する顕彰式典を挙行できますことは誠にご同慶の至りであります。ご承知のとおり、我が国の更生保護制度は
世界に類を見ない官民共同体制のもと、広く関係機関団体のご支援ご協力をいただきながら、犯罪や非行をした人たちの更生や安全安心な地域社会づくりに大きな成果を上げてまいりました。近年犯罪や非行の件数は毎年減少を続けていますが、検挙されたものに占める再犯者の割合が上昇を続けていることに示されているとおり、ひとたび罪を犯した人たちが地域社会に居場所と仕事を得て立ち直るには依然として多くの困難が立ちはだかっております。新型コロナウイルス関連戦争による深刻な影響が社会全体に及んでいることを考えますと、今後の推移にも予断を許さないものがあります。私たち保護司の活動についても、保護観察対象者との面接をはじめとする日々の処遇活動や地域における犯罪予防活動にさまざまな制約が生じております。この点についてはこの後の座談会でも取り上げますが、私たちはこのような状況だからこそ改めて人と人が助け合うことの大切さに思いをいたし、これまでに培ってきた実績を踏まえ、誰一人取り残さない社会の実現に向け、地方公共団体とのネットワークをより強固なものにし、更生保護活動の充実に一層の力を尽くす所存であります。この決意を本日ご参集の皆様、そしてオンラインによりこの式典の模様を視聴いただいている皆様とともに確認いたしまして、私の式辞とさせていただきます。令和2年9月9日更生保護法人全国保護司連盟理事長谷垣貞和。これから更生保護活動に功労のありました方々に対し表彰が行われます。本来であれば表彰を受けられる方全員のお名前をご披露するところでございますが、お時間の都合上受賞代表者のみをご紹介いたします。はじめに法務大臣表彰です。本日表彰を受けられる方はお手元の受賞者名簿の方々です。保護司を代表しまして東京都山本博美様に森大臣から授与されます。表彰状。山本博美殿、あなたは多年にわたり罪を犯した人々の改善更生と犯罪の予防に尽力され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。次に更生保護法人役職員を代表しまして東京都山城則光様に森大臣から授与されます。表彰状。山城則光殿、あなたは多年にわたり罪を犯した人々の改善更生と犯罪の予防に尽力され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。次に法務大臣感謝状です。本日表彰を受けられる方はお手元の受賞者名簿の方々です。 BBS 会員及び BBS 会を代表しまして神奈川県小川恵様に森大臣から授与されます。感謝状。小川恵殿、あなたはかねてから非行の防止と非行少年の更生保護に深い関心を持たれ、友愛と奉仕の精神を持ってこれに寄与されました。その功績は誠に顕著であります。よってここに謝意を表します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。
次に協力雇用主を代表しまして、山梨県社会福祉法人光の里山田一光様に森大臣から授与されます。感謝状。社会福祉法人光の里山田一光殿、あなたはかねてから罪を犯した人たちの更生保護に深い関心を持たれ、慈愛に満ちた精神を持って雇用を行い、その改善更生に貢献されました。その功績は誠に顕著であります。よってここに謝意を表します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。ここで本年6月9日付で更生保護女性会員100名に対し法務大臣感謝状が授与されておりますのでご紹介いたします。続きまして法務大臣特別感謝状です。全国保護司連盟の名誉連盟会長で更生保護制度、とりわけ保護司制度の充実発展に尽力されました東京都野沢大蔵様に森大臣から授与されます。特別感謝状。野沢大蔵殿、あなたは安全安心な国づくり地域づくりに常に心を砕かれ、更生保護のあるべき姿を示されるとともに、多年にわたり保護司の全国組織の長として更生保護関係諸団体を率先垂範され、更生保護制度施行70周年記念全国大会やアジア保護司会議などを通じ更生保護の重要性を国内外に宣伝され、その充実発展に尽力されました。ここにその功績を称え深く感謝の意を表します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。続きまして全国保護司連盟理事長表彰です。本日表彰を受けられる方はお手元の受賞者名簿の方々です。受賞者を代表しまして埼玉県小江戸八重子様に谷垣理事長から授与されます。表彰状。小江戸八重子殿、あなたは多年保護司として犯罪の予防と更生保護に尽力され、その功績は誠に顕著であります。よって本連盟表彰規定により記念品を贈り表彰します。令和2年9月9日更生保護法人全国保護司連盟理事長谷垣貞和。続きまして全国更生保護法人連盟理事長表彰です。本日表彰を受けられる方はお手元の受賞者名簿の方々です。受賞者を代表しまして東京都更生保護法人鶴舞会根本秀夫様に酒井理事長から授与されます。表彰状。根本秀夫殿、あなたは多年にわたり罪を犯した者の更生保護に従事し企業に寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに記念品を贈りこれを表彰します。令和2年9月9日更生保護法人全国更生保護法人連盟理事長酒井。おめでとうございます。ここで本年6月9日付で更生保護女性会員250名に対し日本更生保護女性連盟会長表彰が授与されておりますのでご紹介いたします。続きまして保護司特別功労賞です。保護司特別功労賞は保護司として20年以上従事しかつ保護司会連合会会長等の職にあった方が保護司を歴任された際に法務大臣から授与されるものです。本日受賞される方はお手元の受賞者名簿の方々です。受賞者を代表しまして千葉県村上光昌様に森大臣から授与されます。保護司特別功労賞の儀。
村上幸祥殿、保護司として永年にわたり更生保護事業の発展に多大の貢献をされました。よってその功績をたたえ保護司特別功労賞を授与します。令和2年9月9日法務大臣森雅子。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして瀬戸山賞です。瀬戸山賞は日本更生保護協会理事長などを歴任され、長年にわたり更生保護事業の発展に貢献された瀬戸山光雄氏のご功績を記念して更生保護制度施行50周年を機に創設されたものです。この賞は更生保護活動において特に優れた功績のあった個人または団体など他の範とすべき顕著な功績のあった方々に贈られるものです。本日受賞されるのはお手元の受賞者名簿の方々です。受賞者を代表しまして、茨城県龍ケ崎地区更生保護サポートセンター龍ケ崎地区保護司会様に榊原理事長から贈呈されます。表彰状。瀬戸山賞龍ケ崎地区更生保護サポートセンター龍ケ崎、地区保護司会殿。非サポートセンターは開設以来保護観察や犯罪予防活動はもとより更生保護の枠を超えて地方公共団体や地域住民と手を携え、広く地域の安全安心をつなぐ拠点としての活動を展開され、他の模範となり、その功績は顕著であります。よってその功績をたたえ、瀬戸山賞を贈ります。令和2年9月9日、更生保護法人日本更生保護協会理事長、榊原誠之。ただいますべての表彰を受けられました方々を代表し、東京都山本博美様から謝辞を申し述べます。謝辞。受賞者を代表いたしまして一言お礼を申し上げます。本日森法務大臣をはじめ皆様にご臨席をいただき表彰の栄誉を与えられましたことは、受賞者一同誠に喜びに堪えないものがございます。この栄誉はひとえに私どもを励まし、ご支援くださいました方々のお力添えになるものと、一同衷心より感謝を申し上げる次第です。現在、私たち更生保護関係者は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必ずしも満足な更生保護活動を行うことができず、大変残念に感じています。本日いただきました表彰を励みに、新たな日常におけるつながりの大切さについて、改めて考えを深め、これまで以上に犯罪や非行をした人々の改善・更生と、犯罪や非行のない明るい地域社会づくりのために力を尽くしてまいります。今後とも一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げて謝辞といたします。令和2年9月9日受賞者代表山本博美。次に森雅子法務大臣から挨拶がございます。本日ここに令和2年度保護司等中央研修会が開催されますことを心からお喜び申し上げます。ただいま表彰の縁に浴されました皆様方におかれましては、多年にわたり犯罪や非行した人の立ち直りのため献身的にご尽力いただいております。ここに皆様方のご労苦に対し深く敬意を表しますとともに、本日の栄誉に心からお祝いを申し上げます。さて、今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、皆様方におかれましてはさまざまな面で制約や不安を抱えながらの活動と拝察いたします。しかし皆様方の共に支え合う心にはいささかの揺るぎもなく、さまざまな工夫を凝らし
保護観察対象者等の改善構成のため、また犯罪や非行のない安全安心な地域づくりのため熱心に活動されていること、非常に心強く思っております。本式典の後には、令和の時代の新しい保護司の在り方を考え、更生保護関係者の絆をより強固なものとするよう、座談会が行われると聞いております。法務省といたしましては、皆様が安心して活動いただけるよう、これからもあらゆる努力を行ってまいりますので、皆様におかれましても、変わらぬご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。終わりに、本日ご出席の皆様と、インターネットを通じてご参加いただいておりますすべての方々のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、私の挨拶といたします。法務大臣、森まさこ。ここで本日ご出席いただいておりますご来賓の方々をご紹介いたします。日本更生保護女性連盟会長千葉恵子様、日本 BBS 連盟会長戸田信久様、全国就労支援事業者機構副会長青沼孝之様、中央更生保護審査会委員長倉吉恵様、なお本日は今福商事法務省保護局長も参列しております。弊式にあたりまして、全国保護司連盟森久保康夫副理事長からご挨拶を申し上げます。弊式の辞、本日ここに令和2年度保護司等中央研修会の顕彰式典を開催し、つつがなく挙行できましたことは、主催者の一人といたしまして誠にありがたく厚く御礼申し上げます。受賞者の方々におかれましては誠におめでとうございます。長年のご労苦に深い敬意を表し、心よりお祝いを申し上げます。この後は全国保護司連盟の谷垣貞一理事長と、本日保護司特別功労賞を受賞された村上光昌先生、法務省の今福商事保護局長の御三方による対談を行います。令和時代の保護司への期待をテーマに、コロナ禍における困難な状況だからこそ保護司活動をどう進めるべきか、これまでの活動の意味の問い、前向きに夢が持てる、そんな意見交換が行われると存じます。インターネットを通じてご覧いただいている皆様にとっても参考になる内容ですので、引き続きご視聴いただければ幸いです。以上をもちまして、令和2年度保護司等中央研修会の顕彰式典を閉式いたします。ありがとうございました。令和2年9月9日全国保護司連盟副理事長森久保康夫、ありがとうございました。以上をもちまして、顕彰式典を終了いたします。